今日は今から太郎とランチに行くんだけど、太郎がキンパを食べたいっていうことだったので、あんな夢こんな夢、韓国料理屋さんに行きたいと思います。宜野湾の韓国料理屋さんでユンチャンネというところなんだけど、まだちょっと行ったことないから今日はちょっと楽しみです。韓国料理屋さん行かないもんね、うちらあんまり。ここユンチャンネ、いただきます。小鉢が、うん、小鉢が7種類食べ放題。小鉢食べ放題ってすごくない？これ何？魚ぐらい？前菜だけでもお腹いっぱいだったりして。はい、すごい。そう、いけちゃん、暑いから、お待たせいたしました、ホッサム定食になります。はい、誰だっけ、頼むの？ホッサム、マジ、マジ、こちら食べちゃっていいかな。なんだろ、チキン食べる。食べ方わかんない。トルコはワクトルコですかね。トルコヘルシー、お尻のタレですね。耳、タレ美味しい。はい、もらいます。キンパどんなかな。冷凍がいっぱいあるけど、パッとこれいいじゃん、面白いね。スイカ、そこさっきあったじゃん、スイカ。ということでコリアンマーケットに行って帰ってきました。コリアンマーケットで買ってきたのは、まずはこれ、これ梨のジュースと、あとはこのアーモンド、バターアーモンド、
バターアーモンドって、バターアーモンド、あとはこれハットグ、ハットグを買ってきました。ハットグは冷凍食品です。冷凍食品でもこれは作ってるのは日本日本でした。製造してるのはね、新宿大久保の会社、さすが大久保、コリアンタウン、コリアンタウンがあるね、この辺ね。韓国製じゃない。食べてみようか。まずは梨、梨のジュース。こんなかな。これはね、韓国のだと思うよ。後ろに韓国語が書いてあるから、韓国語のジュース。もうちょっとちっちゃく全然読めない。いただきます。うん、梨、梨のジュース。これはね、ハニーピーナッツは昔から好きなんだけど、食べるとやっぱりあんまりカロリー上良くないから買わないようにはしてるんだけど、まあ、ちっちゃいパッケージのアーモンドだから、ハニーバターアーモンドって書いてある。アーモンドはちょっと食べたことなかったから、どんなかなと思って食べようかなと思ったけど、食べてみよっか。あ、こういうのだ。うん、おいしい。こういう粒が、うん、うん、あ、これはもう止まらなくなるやつ。でもこれはしょっちゅう食べない方がいいと思います。太るから。これ食べてみようか。ハットグ、どんなかな。どこいしょ。チンしてきたんですけど、なんかもうチーズが出ちゃってる。見えるかな、チーズが出ちゃってる。ポテトモッツァレラハットグ、ハットグ。チーズ伸びるかな、こうやって。でも出ちゃってるかな、チーズ。もうチーズが出ちゃってるわ。ちょっと食べるの大変そう。ほら、チーズ一応出てるけど、食べてみようか。あんまり美味しくない。